はい、ポップラです。妖怪ウォッチさん、寿司実況です。楽しかったな。うん、いやー、ヌーに書いてあることでちゃんと本当だったんですに、びっくりしてたに。詰めてたのに知らなかったにゃ。今までのヌヌ記事って全部やつへのミステリーでしたからね。確かに。さて、ミステリー調子も楽しんだことなし、ひとまず日本に戻りますかな。ずっとこっちにいるわけにもいきませんし。ああ、そうなのか。なら時は戻るか。だね。では一回時計屋戻っていきましょう。いやー、時計屋ついたついた。バブジーさん、藤吉が日本に戻るって。マクポーちゃん、ちょうどよかった。どうしたんだよ、そんなの慌てて。ちょっと、お坊ちゃん、大事なお話があります。申し訳ありません。お友達はこちらで少々お待ちいただけますかな。あ、はい。あ、連れ去られちゃった。なんかあったのにゃ？もしかして。ヒュッピン、これは事件の予感。何でも解決するんだ、ダニ。オペラグ女子。どうしたの？ああ、詳しいことは後で話す。夜に秘密基地に来てくれるか？おー、わかったよ。それでは私たち一応日本に帰りますって、もろもろ支度してから夜にまた来るでやります。うん。ということで、夜になったら来るとのことです。今から行っても大丈夫なのかな？いきなりだけど。矢印はもう向こう秘密基地させてるから、ちょっと行ってみましょうか。ここから一番近いワープは、教会だったよね。こっちだ。ここだね、秘密基地。もう大丈夫なのかな、来ちゃって。場所は秘密基地のところを来ればいいのかな。おお、もう集まったの。早すぎでしょ、みんな。どうしたの？今から冒険に行くぞ。夜の冒険ですか？いいですね。どこに行くのにゃ？ミミシッポリッパー、言いにくの島にある屋敷、ヘーゼル隊員店に潜入すんだ。ジョーズがいた遺跡まで行けば、そこから屋敷のある大きな子に出られるはず。お屋敷に潜入？時計のおじいさんから噂を聞いたんだけど、その屋敷、エイリアン乗っ取られちまったんだしいんだ。だから、俺たちについてエイリアンをやっつけてやろうぜ。エイリアンと、もしかして宇宙人？彼の言うエイリアンとはおそらく妖怪のことかと。行きましょう、行くぞ、行きましょう。聞こえてないみたいだね。それじゃ出発だ。おお、またあの、すごい時間かかるイカダ乗るのか。また道間違えそうで心配だな。じゃあ行きましょう。なんかイカダあったかな？これ使ってるじゃん。あ、これがあった。他は特にない感じですね。じゃあ行きましょう。道はどう行けばいいのかな？よいしょ！よいしょ！お、ずっと左だって。ジョーズの遺跡の方だって。ジョーズの遺跡。よいしょ。よいしょ。さあ、のんびりやっていきましょう。よいしょ、よいしょ。ずっと左の方行けばいいんだよね。いやー、着きました。時間相変わらずかかっちゃった。おー。あそこに見えるのがターゲットの式だ。ドキドキしてきますね。うん。誰かに見つかると面倒だからな、慎重に行こうぜ。いいねー。あんな離島に。あ、なんかしてる。いかだくだり、楽しかった。目的を忘れてないだにか。いや、それはないない。だってエイリアンだよ。だからエイリアンじゃなくて妖怪っつってるんよ。いやー、私たちに似てる。本当にいるかもじゃん。ほら、そろそろ行くぞ。でも、どっから入るだに？正面からさすが無理っぽいですよね。とりあえず屋敷に近づいて入れる場所探してみましょう。これはなんだ？
超経験値だま。釣りとかできそうだね、ここら辺。おお、あ、なんだろう。聖なる教会のそば。なんかない。あ、運河橋さん。やったね、これは便利。また来ることあるのかな。よいしょ。物が落ちてたりとかは特になさそうかな、こっちは。あったったった。お、シックなリボン。お、こっちにもあった。カリフォルニアロール。おお、でっかいね。近くで見るとすっごく大きいね。キラキラ、キララちゃんに似合いそうな家ですな。やっぱりお金持ちいいって感じで、超レベルのお嬢様とかいたりして。さあな。もしかして。でもやっぱりこういうお屋敷にも罠とか仕掛けてあったりとかしちゃって。いやいや、そんなゲームみたいなことやりやしませんって。ゲーム？変なこと言ってね、さっさと行こうぜ。ん？何？え？そうそう、約束ですよねーって。わあ。ん？どうした？マク君の様子がおかしいけど。わあ。ガブ。にゃー。ネンディー。びっくりした。下にクッションなかったら危なかったんやの。それクッションじゃなくて私ですからって。またディスケー。うん、やっぱり屋敷にも罠が仕掛けてあって当然ですよね。監視してないでこんな牢屋みたいなところさっさと脱出するだに。そういえばマックは見当たりませんね。落とし戸に打ち抜くってのでしょうか。ここで考えられる可能性は3つ。急に何言ってるなに。まず落とし穴に落ちなかった説、もしくは別の場所に落ちた説、そして彼自身が落とし穴を作ったという可能性も否定できない。ちょっとマックはそんなことしないよ。っていうかなんか変だよ、まさか妖怪の仕業。うじしが変なのはいつものことなに。いや、その推理お見事。お、私は一体何を。私はメンターって謎解き、ここの番人のようなものです。随分とお困りのようですので少しだけヒントを差し上げましょう。突然のメンターできた。私の名推理によればズバリ、2つの部屋の者が力を合わせればこの地下通路から脱出できるでしょう。力を合わせるってどうやって。そこは自分たちで考えたまえ。あなたたちの推理楽しみにしてますよ。どうするだに。この時こそゲスの極み主義探偵者の出番。どうした。こっち側の扉は鍵がかかってますね。壊すのも難しそうだに。鍵がないと開けられないだに。次のポプラさんの本は。こんな岩で下がれてたらどうしようもないにゃ。んー、何かいい方法がないかな。ん、岩。パペラ君、やけどりで今壊してみちゃうよ。とすればきっと次に滑られるはずです。そんなのがあったね。だったらドアの方も簡単にドリルでぶっ壊せんじゃない。ドリルこれ使えばいいのかな。なんだろうこれ、能力がハテナだって。おお、なんじゃこりゃ。勇ましい。じゃあこれでやってみましょう。おー、すごいすごいすごい。あ、妖怪だ。ね、いやいやー、来ないで。ちょっといやいやーいやー。なこれ、何か落ちてるの。お、地下通路の鍵だって。おー、エルベスリー66の鍵でミスよ。このマークどこかで見た気が。確か富士山の方の扉のマークと同じだった気がします。
もしかしたら向こうの扉開けられるかもしれませんね。一度牢屋の場所戻って藤さんに渡しましょう。うん。いやー危ない。いやー来ないで。藤子さん、この鍵で扉が開くか試してみて。ありがとうございます。早速試してみるのに。あ、どうすればいいんだ。あ、ここで切り替えるのか。一回これか。ちこっちの扉は普通に切れたね。お、開いた。これで外に出られない。おっしゃ、まずは進めるとこまで進んでみようか。あ、でもこの調子でいくと、オペラさんと連絡取れなくなっちゃうね。それなら心配なんだに。ん？ロックパッド使えばお互いに通信ができるんだによ。ちょっと待つだに。あ、こちらウサピョン。聞こえるだにか？うわ、妖怪パッドからウサピョンの声がしてる。これは妖怪パッドの通信機能ですね。もちろん知っておりますとも。ミスバめちゃくちゃびっくりしてたね。そんなことないですって。これがあれば離れていてもお互いの状況がわかるでびす。もうめっちゃ便利。パブラさん、私はこのまま進みますね。うん、何かあったら教えてね。やっさ。さあ、何があるんだろうね。ああ、妖怪。戦わなきゃダメ？いや、ダメだ、戦わないといけない。あー、戦わなきゃダメなのか。まあ戦っていきましょう。はい、勝ちました、勝利。経験値は198で、お金が 2.14、 アイテムソフトクリームとカリフォルニアニョです。ペラペラの技レベルも上がりましたね。よいしょ。じゃあ戦っていきましょう。はい、勝ちました、勝利。経験値は439です。お金 1.22 ドルで、相手もちょっとお邪魔道です。こっちは何だろう。お、宝だ。パイレットボディ。あ、おしゃれ。イカダのやつか。地下通路の鍵。あ、なんでそんなとこ妖怪は湧いてんのよ。ではまた戦っていきましょう。勝ちました、勝利。経験値204の金は 1.83 ドルです。お、なんか来た。自己嫌悪だ。自己嫌悪。はい、というわけで本日はこんなところで終わりたいと思います。次回は続きでやっていきましょう。はい、ありがとうございました。